暗闇が世界を喰らい尽くそうと、みんなと共に最後まで戦ってみせる。ジェロルア様、魔獣軍集結開始のご報告が入りました。レムリア王国に危険が迫っています。直ちに。分かってる。一刻も早く賢者の意志と予言の子を見つけなければ。あら、そんな急いでどこへ行くの？ロールアちゃん。ミスト、戦闘準備。我が剣よ、正義に勝利を。破軍雷霆、敵を打ち払う。そこまでだ。すべての悪を滅する。空気。あら、冷たい人ね。無駄話が多いぞ、ミスト。ここで足手まといになるなら、先に自分の任務を果たせ。ネス、シーグルがいるから止められない。あんたらの力はこの程度か？じゃあ全員死ね。愚かな妹よ、誰にもレムリアの陥落は止められねえぞ。ふざけるな。次は絶対貴様を痛い目に遭わせる。いました、医務官。怪我人はここです。私がやります。ん？これは何か問題でもありましたか？この人がつけているのは賢者の石。賢者の石？そうです、本の記載通りです。でしたらこの人は神託に示された予言の子ではないでしょうか？よく見たら確かに我々がレムリア王宮で見た絵の中のシグルト様に似ていますね。怪我の具合はいかがですか？大事ないようです。誰かが手当てをしたようです。よかった。彼は私たちがずっと探していた王子様だと確信できます。でも今のシルウェン王の状態では。あなたを守ります。神格の名のもとに。ディーンと申します。多少魔法をかじっただけの学者にすぎません。魔法、魔獣がどんどん多くなっています。リン、どうや。最高に訴える。
団長、魔獣が追ってきている。ママ怖いよ。みんな村からここまで逃げて、わしにはもう走る気力はない。ここに残って、お主はまだ若い。運命の女神様はもっと重要なし。村長、魔獣が…まさか今日…必ず生きて帰ってきてください。傷口は浅いですね。少し薬を塗れば。運命の出会いより少し早かったけど、ずっとあなたのことを待っていました。村人たちが行った場所はこの辺りです。魔獣はまだ近くにいるはずです。みんな警戒を怠らないでください。お別れをしないといけないようね。でもまたすぐ会えると思います。はい、手当ては終わりました。次が私たちの本当の出会いになります。運命のお導きですから。それまではお大事にしてください。約束ですからね。もうすぐ王城に着きます。報告。よく見る。正確手段だ。城門を開けろ。王城の中ではしばらく安全です。わあ、ママ、お兄ちゃんが帰ってきた。お主は…おかげでみんなは無事じゃ。殿下、緊急事態です。一人会ってもらいたい。はい、使者。行け、若き勇者よ。ついてきてください。ここにはどんな情報だってあるわ。あら、一杯おごってちょうだいな。やっと会えたね。あのね、私、こんにちは。え？あなたは初対面の女の子、誰に…はいはい、困らせるつもりはありません。私はユーガオ、運命の女神からの使者です。騎士ミスティア、ご装役ご苦労様でした。これは私がなすべき責任です。神託が示されたように、この方は私たちがずっと探していたお方です。うん、あなたたちも城外で起こっていることを見たと思います。女神の予言によると、間もなく魔獣の群れが城に攻めてきます。ごめんなさい、こんなことを言うのは残酷だけど、予言は間もなく現実となります。あなたは賢者の石の所有者。予言が示したもの、すべてはあなたの生い立ちに関わっています。賢者の石、それは未来を予知する力を持つ石である。大賢者ルーシュアはレムリアを築いた後、その力で魔獣たちと共存契約を結んだ。ルーシュアが亡くなった後、賢者の石は
レムリア王権の象徴となった。ある禁断の恋で約束の印として送られ、そのまま姿を消すまでは王座から離れ、賢者の石の力は収まり、契約の力も日々衰弱している。賢者の石を王座に戻し、人類と魔獣の戦いを終わらすため、私たちはずっと石を探していた。16年前、賢者の石が突然蘇った。予言は当たった。そしてあなたこそが、私たちがずっと探していた予言の子、大賢者ルーシュアの末裔だ。真の主の手元でのみ賢者の石の本来の力は覚醒します。大丈夫、これは契約の力は崩壊し、アビスの国の封印もすでに効力を失いました。落ち込まないでください。あなたこそ我々の希望たる存在なので、いつかあなたがルーシュアのように賢者の石の力を引き出し、私たちを率いて再び、こちらこそいて。私は聖火騎士団の一員です。永遠に待ち続けるだけならひとときの巡り合い、日々を怠らずに鍛錬を重ねているから。これが運命の。乱暴なもの。私とあなたの巡り合いは運命のお導き。あのね、私ずっとあなたに会える日を待っていたのよ。